どうもシュートです。さあ今回もユーフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はねアップデートで新環境、まあ操作面もまあそこまで変わったわけではないですけど、やっぱり選手指示とかいろいろまあ新しい要素とかも来たんで、まあ今一度僕のガチスカっていうのをまあ先週は紹介しなかったですけれども、今週やっていこうかなと思います。まあ今のところライブアップでね現役選手が全員 C になってるので、まあちょっと現役選手交えての今週のガチスカ紹介とかはできないですけど、まあこのガチスカをベースにライブアップデートとかあったら組んでいきますよっていう感じで使ってるんで、まあぜひしっかり見ていただけたらなと思いますけれども、今回はちょっと2パターン、まあガチスカとまあ沼った時用のまあ安定するスカットっていうのも紹介していくんで、まあ2つともしっかり見ていただいて、まあその後に試合やっていこうかなと思います。では早速ガチスカ紹介していきますけれども、まあまず僕のガチスカ安定スカットの前にガチスカを見せていくと、325のチームスタイルロングカウンターでやってますね。まあ前回紹介した動画とほぼほぼ変わってないとは思いますし、人選解説とかはね結構前ガチでやったんで、まあぜひそちらもね詳しく知りたい方は見ていただけたらいいかな。ちょっと今日は試合も見ていきたいんで、まああんまり人選とかは解説せずに、で選手への指示に関してはまあオフェンス1プレイエリア幅制限入れて、2は使ってなくてディフェンス1、まあラインダウンを洗う方に入れて、まあ2ボランチの1人をディフェンスラインに入れて4バックにして守備時はで、もう1人 ST のヘイネスにそのラインダウン入れてたんですけど、まあよくよく考えたら4バック 1DMF でロングカウンターだったら、まあある程度ね今の環境守れるっちゃ守れるし、まあ洗う方が4バックディフェンスライン入るの追いつかなくて3センターバック 2DMF みたいになる時ありますけど、まあそれでもね割と能力高い選手入れてりゃ守れるっちゃ守れるし、まあ何より洗う方がしっかりね頑張ってディフェンスラインに下がろうとしてくれるんで、まあ裏ケアする役割も担ってくれるんでね、まあここ2ボランチ1人は3バック使うなら絶対にラインダウン入れといた方がいいなって思うぐらいラインダウンの強さは感じますね。ただ気をつけてほしいのは、まあここでデヨングだったりピルロとか、まあちょっとフィジカル弱くて守備能力も物足りないみたいな選手を 2DMF のラインダウンする側に入れちゃうと、まあこんな真ん中センターバックにピルロとか来られても正直ね活躍できないんで、まあアラーホだったりジェラードビエラみたいな、まあセンターバックにおいても遜色ないような選手をラインダウンに入れることをお勧めしますね。でちょっと沼ってきたな微妙やなっていう時は、まあこちらの 4-2-2-2 のまあチームスタイルはロングかショートか、これはまあ4-2-2-2ならどっちでもいいかなっていう感じはしますけど、これを使っていこうかなっていう感じになってますね。で選手への指示もまあちょろっと変わるんですけれども、まあオフェンス1ディフェンス1は変わらないんですが、オフェンス2のディフェンシブ指示ディフェンシブでオフェンス時に攻め上がるのを控えさせる、まあ選手指示なんですけど、これをまあ左サイドバックのラームに入れて、まあラームは攻撃的サイドバックなんでディフェンシブ入れないとまあめちゃくちゃ上がっちゃうんですが、まあ5バックとかだったらね全然攻撃的で上がってくれてもいいんですけど、4バックならしっかり守備してほしいし、まあある程度ドリブルできるけど突破していくとかクロス僕正直あんま上げないんで、パス面は別にビルドアップでも貢献できるんで低い位置からでもね、なんでラインダウンアラウフを1枚下げさせて守備の時は5バック 1DMF みたいな形にして、まあ、やっぱ2ボランチいたら攻撃に関してはね横パスつないでからの縦パスとかビルドアップがものすごいやりやすくなるんで、まあここ普通に 5-1-2-2 にしてもいいですけど、まあその攻撃面のやりやすさ的に2ボランチいた方がいいかなと思ってラインダウンを設定させて2ボランチにしてる感じですかね。まあやっぱ今でも人気の方面だと思いますし、安定感的にはねまあロングでもショートでもこの方面はものすごくあるんで、まあ特にでもやっぱ失点が多い時とか守備不安やなっていうか自信ない時は 4-2-2-2 ものすごくおすすめなんじゃないかなっていう感じします。ではまあ最後にこの 3-2-5 のガチスカで試合ねまあ1試合取ってきたんで、まあ結構ね点差は開いた試合なんですけど、まあ5トップの強みをしっかり見れると思うんで、よかったらぜひ見ていってください。では見ていきますけれども、まあお相手さんも同じフォーメでしたね、 3-2-5 の5トップと。まあなんで相性的にはね、まあ、お互いに守備は分が悪いけど攻撃に関してはもうめちゃくちゃやりやすいっていう、まあそういうミラーマッチですね。まあこういうミラーマッチこそまあやっぱり3バックで戦うんではなくて、しっかりね 2DMF を1人ラインダウンで守備時は4バックを作ってあげるとか、まあそういうところ、まあ多少のことではあるんですけど、細かくこだわっとけば、まあ割とね、差はつけれたりするんで、まあそれがよくこの試合は出たんじゃないかなっていう感じは思いますね。お相手さん多分2ボランチの1人にラインダウン入れてるとかは多分しなかったような感じはするんで、まあこのシーンに関しては結構前線でね、ウリヘイネスがしっかり守備してくれて、まあちょっと事故を埋めたかなと思いますけど、まあウリヘイネスやっぱ守備いいっすね。まあ前からガツガツいって奪うのもよし、まあちょっとラインダウンで下げさせて、ボランチ的な感じでも
使えるんで、まあ個人的には今結構外せない選手にはなってるかな。ここはアウトスピンでゴール。まあこの感じ見ても多分ラインダウンはしてなさそうな感じはしますかね。もしかしたらしてるかもしれないですけど、まあでもカウンターはうまいこと刺さったかなと。まあ、やっぱ CF ウィング ST の3人で、まあ、しっかりとサイドをねワンツーだったり三角形とかでパスで崩していけば、まあ簡単に攻略できるフォーメーションではあるんでね、3バックっていうのは。でこれは逆サイド CF 使ってから、まあ、ウィングのカカ使って、まあ、ここちょっと奪われたんですけど、また奪い返して、まあ言ってラッキーではありますかね。まあこの試合はね、ウリヘーネスまだラインダウン入れちゃってたんで、まあちょっとカウンター時、ここ4トップみたいな感じにはなってたんですけど、まあ相手3バックだったんで、CF の逆につけても、まあうまいことウィングがフリーになるっていう形は作れてましたね。これが相手4バックとかだったら、まあこんなうまいことは言ってないと思います。そう、この時はね、ウリヘーネスラインダウン入れてても、まあやっぱ守備硬くなるし、まあ4トップ言うて前線いるんで、まあ全然攻撃やりやすいなっていう感じしてたんですけど、まあ5トップ使った時にそのウリヘーネスをラインダウン入れずにね、まあカウンターとか仕掛けてる時にこれはちょっと強すぎるなと、やっぱ戻すかってなったんで、まあ今はもう普通にラインダウン入れずにやってますね。でここもまあちょっとラッキーかな。まあラッキーな形を作れてるっちゃ作れてるんですけど、まあやっぱりこの辺パス交換で、まあラインダウンで下がってたウリヘネスもいい感じに上がってきましたし、まあこの枚数で崩せる感じが5トップものすごくいいですね。過程が良かったかなっていう感じはします。でも25分で早くも 4-0 と、まあかなり攻撃力爆発してると思いますし、まあしっかりとこっちの自陣まで攻め込ませて、まあカウンターが刺さってるんじゃないかなと。まあうまいこと、まあ前線で奪ってカウンター、ショートカウンター仕掛けるシーンもありましたけど、まあ深い位置からのカウンターが刺さってる試合かな。まあ前半はそのまま4対0で終わっちゃいましたね。まあでも内容的にはものすごくいい感じかなと。でその後の開幕はもうしっかりと5トップの形が最初からできてて、ヘーネスでまあサイドのコスタクルタつって、カカで体入れつつ運んで、このドリブル僕好きっすね。なんか何もしてないように見えますけど、まあ外向くふりして体入れるっていう、まあこれ結構メタ技、プレスガンガン押しちゃうシーンだと思うんですけど、プレスにねめっちゃ有効的なドリブルなんで、まあぜひ覚えてほしいかな。これはちょっと危なかったね。さあここは奪って、またセンターバックからウィングに一気につけて、でジェラードでちょっと運んで、マルティネリまた低い位置ですが、まあ、ちょっといい感じに中継役で、ここメッシ、ビジャとつないで、ビジャでうまいこと打ちたかったんですけど、ちょっと下げてウリヘーネスでゆったりと持って、ロドリを引きつけてダブルタッチ入れてからのコンカでゴール。まあここは僕のフォーメーションにも言えることなんですけれども、相手の5トップの弱みがちょっと出たかな。まあやっぱ DMF がここまで自陣まで下がっちゃうと、もうここねフリーでめちゃくちゃ持てるんで、まあやっぱりゆったり持てる相手が来た場合はこの褒め結構弱い感じはしますかね。まあ正直ここの間延びだけがこの褒めの弱いところではありますかね。でもそこをなんとか自分の守備でカバーできたら、攻撃の圧はやっぱり最強級かなと個人的には思うんで、まあ、だからまあちょっと自分は使っちゃうかな。守備そこそこ自信はあるんでね。さあメッシからビジャにつないで、 CFCF とつないで、逆サイドのカカ飛び出してきて、体入れて運んで横パスワンシュー。まあ一連の中でものすごい良かったですね。ここネスタで前出てボールカットして、まあ、やっぱ前向きにセンターバックでもう入れ替わりのパスカットできたらめちゃくちゃチャンスも作れますね。まあ、リスキーではありますけど、まあいい守備だと思います。でまあ7対0で終了でしたね。まあものすごく点も取れましたし、0失点だったんで、まあいい試合だったでしょう。まあ今回ここでこんな感じでガチスカ紹介終わっていこうと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。まあもちろん癖があるフォーメーションではあると思うんですけれども、まあ、選手への指示が登場してきてくれたことによって、まあ、やっぱり DMF を1枚落とせて4バック 1DMF の形を守備陣は作れるって考えたら、まあ、今までよりは安定するようになったかなと思いますし、まあ、とりあえず攻撃の時2ボランチ使いたいけど、守備はねもうしっかりガチガチに固めたいっていう人は2ボランチ使うフォーメーションとかだったら、片方はねもう守備めっちゃ上手い選手ならラインダウン入れちゃっていいと思うんで、まあ、ぜひこんな感じを参考にしていただければいいかなと思います。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。